APEC 会場の足立さんで、会談が始まった25分間だったそうですが、はい、この会談の中身、日本側はこの会談どう受け止めているんでしょうか。はい、25分間の会談だったわけですけれども、その通訳も挟んでいますからあまり多くは話せないんですね。お互いがですね、2往復やり取りしただけで終わってしまいました。でそんな中でもですね、安倍総理からは世界第2、第3の経済大国として協力していこうと呼びかけ、引き続き平和国家としての歩みを堅持すると強調しました。でこれに対し習近平主席からも、今回会ったのは日中の関係改善の第一歩であり、今後も徐々に関係改善の努力をしていきたいという言葉を引き出せました。安倍総理サイドとしては今回は会談すること自体に意義があったと見ていて、成果は多くなかったものの想定通りです。ただ外務省幹部からはですね、会談が成立するかどうかばかりに目がいってしまう状況は問題だという声も出てまして、内容のある会談を次に続けられるかが焦点になります。